ウィリアム・ヒューソン・ウィリアム・ヒューソンは、イギリスの外科医、解剖学者、生理学者である。血液の凝固に関わる、タンパク質、フィブリンを管理したことにより、血液学の父と呼ばれる。ノーサンバーランド州のヘキサムに生まれた。リチャード・ランバートが設立した、ニューキャッスル診療所で学び、1760年から1761年は、エディンバラで学び、その後、 ウィリアム・ハンターに学び、後に助手を務めた。ヒュースンの主な業績は、血液の凝固に関わる、タンパク質、フィブリンを管理したことであるが、動物のリンパ腺の解剖学研究や、機能の説明による業績で1769年に、コプリメダルを受賞し、翌年、王立協会の会員に選ばれた。また、赤血球が、 アントニ・ファン・レーウェンフックの顕微鏡観察から休憩であると信じられていたのに対して偏平であることを示唆した。1710年にベンジャミン・フランクリンの友人のメアリー・スティーブンソンと結婚し、1772年から病死するまでの2年間、フランクリンがロンドンで住んだ屋敷で解剖学の学校を運営した。解剖に際して感染した、敗血症で死亡した。 ヒューソンの仕事は1774年9月にヒューソンの妹ドロシーと結婚したマグナス・ファルコーナーに引き継がれ、ファルコーナーは秘蔵や強戦などのヒューソンの実験を繰り返し、1772年に自らの裏付けとともにヒューソンの仕事を再発表した。ヒューソン、ウィリアム、レコード、ザ・ロイヤル・ソサイティ、2011年12月11日、閲覧。 ありがとうございます。